のくさんこんにちは。キングオブコインですか。私はよくあの人のこと知らないんですよね。まあ、何度かお会いしたことはあるんですが、最初に会った時はまあネットワークビジネスの、ね、大御所という形でしたね。そのうちに暗号通貨のことも話し始めたりしていたんですけども、まあ、何と言いますかね、 ADA をセールスしていたことは私知らなくてですね、その他の暗号通貨とかその他の案件を、まあ、いろんなプレゼンでお話しされていて、ことごとく失敗に終わると。しかも元金保証したものまであったけども、元金当然返さずで逃げまくっていて、裁判でもまあ負け続けということでね。まあ、けどここで気づいたことがあるんですよ。結局暗号通貨系の詐欺師、もしくはネットワークビジネスでいわゆるね、なんか損害を出したとか、そういったことをしても、まあ、結果罪に問われないと言いますかね、弁済の義務はないということに落ち着いてるのかなと思うんですよ。でまたね、新しくノーノーと今度はこれですよみたいなことをしていると。言ってみればただ情報を流しただけ、ただ紹介しただけなので、インチキをしている当事者ではないですし、賢くならないといけないのは、そういうことも込みでお金を出すかどうかを考えないといけないってことですよね。自分の支払ったお金はもしかしたら自分の富のことなど考えてない人に払ってるのかもしれないっていうふうな、そういったね、警戒心は必要かなと思うんですよ。だから人間として信用できる、信頼できるっていうのと、あとお金を預けることができる、お金を払っても大丈夫かどうかっていうのを別で切り分けて考えないといけないですよね。もちろん信頼した方に任せたんだから結果はどうなろうとも厭わないよっていうふうなね、心の大きい方でしたら投資の世界でも生き残っていけると思うんですけども、ほとんどの人はそうではありません。なぜなら余剰資金がないからなんですよ。余剰資金がないのに自分の余剰資金と言えないような無理な金額をあっちにもこっちも突っ込んじゃう、そういった方が大半なんで、紹介をするインフルエンスする方の取りっぱぐれはないのかなっていうところなんですよね。あとはやっぱりね、自分でしっかりと調べていないことと、キャッチコピーに踊らされすぎて、例えば第2の A だって言いますけどもね、言う人いると思うんですよ。第2の A だとか A だのようにって言いますけども、私のする質問は、あ、ということはこれはチャールズ・ホスキンソンさんが作ったやつなんですかと。それはすごいですねって言うと、全然違う人が作っている、もしくは誰が作ったか分かんないけどコインだけの名前は知ってるみたいなね、そういうふうなプレゼンする人ばかりなんですよ。だからなんでこれが第2の通貨なんですかというふうな質問になっちゃうんですよね。第2の体の何ですかって聞いてないですよって。それはあなたがそういうのは勝手だけども、どこをどう見たら第二の A だなんですかと。いや、こうやって値上がりするかもしれないじゃないですかって言ったら、かもしれないのは別に第二の A だと言われてないものだって、かもしれないはあるんですよみたいなね感じになっちゃって、私としてはね、第二の ADA っていうのは別にないよと。 ADA っていうのは後にも先にもこれ一個だけ、ビットコインもビットコインだけ、イーサリアムもイーサリアムだけ、ね、あとはよくわかんないのが、自称第二の通貨といってセールスのキャッチコピーとして用いてるだけで、まあそれに踊らされてね、他の判断をしないっていうことになっちゃうと、それは完全にお金を払う人の責任だろうなと思うんですよ。だからあらゆることでお金を引き出させるためにね、欧州和法を考えてくるっていうのはなかなか優れてますけども、そうではなくて、プレゼンする方にも大した準備がないんですよね。ただ A だのようになるかもしれない、第二の通貨ですよ、 ICO がね来たら、上場したらボーンと上がりますよぐらいのことしか言えないんで、全然そこには購入する要素が入ってこないんですよね。なのにほとんどの人はそのセールスにほだされて買ってしまって、まあ楽しんでいるんでしょうね、宝くじのように。宝くじってほとんどの人当たんないじゃないですか。でも買った瞬間に満足度はすごく高いんですよね。夢を買うなんていうね、とんでもない言葉がありますけども、いや、夢を買うって、夢になんでお金払うんだと思っちゃいますよね。夢は見りゃいいじゃんみたいな、勝手に夢が現実になるんだったらお金を払いますよ。でも夢を見るだけにお金を払うつもりは全くなくて、それだったら酒でも飲んで昼寝した方がね、いい夢見れますからね。ということで、キングオブコインの、まあ、新しいおすすめの通貨あるみたいですけども、よくわかりません。ジャスミンっていう通貨が値段が上がるよみたいなね、そんな情報も流れてきたり来なかったりするわけですけども、まあね、それが好きな人はそうすればいいのかなと思います。まあ、私はもうね、
暗号通貨何かを買うつもりは全くないですね、うん、ただまあちょっとしたね遊び心で FX の延長線上みたいな感じでちょっと買うかなっていうのはありますけども、うん、ただもう私もねもうねイーサリアムとビットコインぐらいですよ。あと大量決済して店じまいしようとするのはまあどちらとも大きな含み益なんで今のところいつ決済してもいいんですけども一日も早くそのお金が欲しいってわけじゃないんでまだほっとくかなってところですよね。まあビットコインはまた値がね上がって持ち直して1000万ぐらいには当然なると思いますんでしばらくほっときますし、イーサリアムもねまだこの秋までは、うん、方向性が、まあ、はっきりと見えないところがありますけども、まあ基本的には上がる一方ですだと思いますよ。100万円ぐらいまでには全然なると思いますんで、100万を目指して7、80万で決済みたいな感じかなと思ってますけどね。まあこれもね、どうなるか分かんないですけどね。分かんないところが、まあ投資なんで、投資は余剰資金でということですね。ノクさんありがとうございました。では失礼します。